ロムが我が家にやってきた次の日。あ、もしもし。すいません、父が急に風邪をひいちゃって。ええ、かなり重症で。はいはい。会社がなんだ、みんなでやれば怖くないと。いい加減しろ、いい加減に。あ、眩しいな。いいか、もう一度聞くぞ、どこにいたんだ。ですから、その時間はロムロムで小川のり子ちゃんと遊んでたんです。信じてくださいよな。証拠を見せろ、証拠。今日はのり子のコンサートに来てくれて本当にありがとう。のり子はとっても感激しています。あらあらあら、歌も歌うってか。よし、これはな、刑事であるわしが預かる。あっさば、あっさば、のりこちゃんとあっさば。警察に言うなよ。俺を助けてくれ。俺をここから出してくれ。はあ、はあ、やっと出られたぜ。しかし一体ここはどこなんだ。俺は誰なんだ。お前の名はジライア。お前はこのロムロムという無敵マシーンが作り出した天下唯一のキャラクターじゃ。お前だな、こんな狭苦しいところに俺を閉じ込めたのは。なぜだい。お前には何にも分かっておらんの。よいか、ジライア。これは PC エンジン、いわばお前を生み出す元になったマシーンじゃ。見るがよい、これは2月発売の最新ゲームだな。キャラクターの大きさ、スピード、グラフィックスの素晴らしさと、どれをとっても格段に進歩した。その PC エンジンにさらにとてつもない記憶容量を持つ CD ロムが合体したのじゃ。それがどうした。しかも CD だから声も出る、歌も歌う。540MB の大容量だから、百科事典なら約30冊分ぐらいのデータが入る。ビックリマンのようなゲームができたのもまさにロムロムだからじゃ。わしが見てちょんまげじゃ。夢が叶う国へ、遥かな世界へ、旅立とうよ、見たこともないパラダイス。よいか、ジライア、お前はそのロムロム期待の星、天外魔境の主人公ジライアなのじゃ。へえ、俺ってそんなにすごいのかい。百聞は一見にしかず、来いジライア、まずはお前の生まれ故郷レッドカンパニーじゃ。おい、これジライア、どこへ行く。こっちじゃ、こっちじゃ。ここがレッドカンパニーじゃ。へえ、ここが俺の生まれ故郷か。そうじゃ、お前はここで産声を上げたのさ。だけど、なんかアニメーションを作る会社みたいでゲームの匂いがしないじゃないか。今にわかる、慌てるな。あれ、俺だ俺だ。へえ、だけど本当かよおじさん、俺がこんな絵から生まれたなんて信じられねえな。お前やお前の仲間、それに背景など、こうして描かれた絵が約3000枚もあるんじゃ。一体こんなでかい話誰が考えたんだい。おお、そうじゃ、お前の生みの親を忘れとった。
広いおじ、広いおじはどこじゃ。ヘイベイビー、誰かウォンテッドかい。俺の生みの親を探してるんだ、知ってるかい。ちょっと前には見かけたが、なんせ気まぐれなお人だからね。よし、ジュライア、矢探しじゃ、わしについてこい。ヘイヘイ。おいおい、おっさん、そう急ぐなよ。いや、わしはせっかちなんじゃ。何せ20分でお前にいろいろ CD ロムについて見せてやらなければならんからの。ここでもない。ここにもいないな。おっさんも元気だな。しかしすげえところだぜ、ここは。おお、いたいた。へえ、この人かい。こんにちは、おじさん。一体どうしてこんな天外魔境なんてゲーム考えたんだい。はじめはね、チャンバラやってて、それで、ああこういうの面白いねって言ってるでしょ、みんな。僕らもそうで、チャンバラの世界がね、面白くできたらいいななんてみんなで話してるうちに、それでジラヤ君が生まれたのね。で、初めはこんなのがアニメーションになったらすごい面白いじゃないかって思って、みんなで絵描いたりお話作ったりしてて、そしたらばゲームにならないかなって思ったんだよね。で、一番初めはアメリカにね、こういう本があって、で、この本をみんなで読んでて、すっげえ面白いって思って、で、この本はアメリカ人が書いたからすごいインチキばっかしなので、そういうインチキって面白いでしょ。で、それをじゃあやっちゃおうかって作っちゃったんだよね。あのね、すごい奥の深いお話だけども、とっても楽しいから、いっぱい中で遊んでほしいなと思うね。で、ゲームってクリアすることだけがゲームじゃないから、いっぱい中を読んで、それで楽しんでください。だけど、こんな絵が本当にゲームになって動くなんて信じられねえな。よし、ジュライア、わしについてこい。寒い寒い。一体ここはどこなんだ。ここは札幌ハドソンの本社。お前はここで動くようになったんじゃ。うお、すげえ。ここはコンピューターだらけだぞ。ここはいわばゲームの秘密基地。めったに入れぬが、今日は特別じゃ。お前たちがどのようにして作られているか見せてやろう。あ、俺だ俺だ。俺がゲームの絵になってるぞ。ここでは今お前の顔に動きをつけているところじゃ。へえ、だんだん信じてきたぜ。俺の口も動いてるし、なんか照れくさいな。これはお前が天外魔境の中で暴れ回る背景画だが、こうした絵を一枚一枚スキャナーに取り込んで、それを丁寧に色付けしていくんじゃ。へえ、気の遠くなるような作業だな。ここではマップを描いておる。何せあのドラクエの3倍ものマップじゃから、これも大変なんじゃ。なんか俺ワクワクしてきたぜ。そうじゃろうそうじゃろう。今までの
ゲームですと誰か、まあ、一人の人がキャラクターを描いてそれを直接そのままゲームに載せるという形だったんですけど、今回天外魔境に関しては、まあ、プロの、まあ、アニメの原画マンの方がいらっしゃいましてその方に描いていただいてそれをスキャナーという機械に通してから、まあ、私たちが色付けなりそのアニメーションの色付けをして、まあ、製品というか今の画面に載せるということです。さて次はロムロムならではの音の世界じゃ。その仕組みをお前から聞いてみるわよ。俺たちってどうして喋ったり歌ったりできるんだい？笹川さん、はい、君はね、映画では声優さんの声が、この中にテープの中に録音されて、それがフィルムの上に記録されるんだけれども、CD プレイヤーっていうのはこの CD の板の上に君の声が乗ってるんだね。だから君の声がこの CD ロムロムの中から聞こえてくる、そういう仕組みになっているんだよね。なるほど、 CD ロムのゲームってのはそこが他と違うんだね。最初の頃ってのは音楽ってのはなかったんだよね。それでゲーム音楽っていうよりも本当に確かに効果音しか鳴ってなかったよね。で昔にゲームセンターに行くと本当にインベーダーっていうゲームがあったけれども、あれは本当に弾が飛ぶ音だとか爆発する音だとかそういう音しかしてなかった。で機械の中に入っているその音を出す役目をしているこんなちっちゃな石があるんだけれども、これがその音源チップなんだけれどもね、これがその全ての音を出してたんだよね。でこういう音源チップに頼ってる時代がずっと続いてて、みんながよく知っているファミコンだとか PC エンジンもやっぱりこういうLSI って呼ばれてるけれども、こういう音源チップに頼って音を全て出しているんだよね。でどうしてもやはりこのチップの音の性能にの中でしか音が作れない、だからそれ以上の音は絶対出せなかったんだよね。だから時代役の声なんか、この中に記録されていない限り絶対出せない、そんな風な制限があって、やっぱりそれ以上の音を望むミュージシャンたちには、なんとなく不満が残っていたのかな。でもテープレコーダーをゲームソフトの横につけて売るわけにはいかないから、じゃあ何かいい手はないのかな。でそしてとうとうこういう CD ロムっていうものが、あるっていうことに気づいたんだ。でこの中にはゲームのプログラムと一緒に音楽も入っちゃうんだよね。でこれはいいとなって、それで初めてこのプロジェクトが、動き出したっていうわけなんだよね。どうじゃ、ロムロムの音の仕組みよくわかったじゃろ。よし次に行くぞ。お、こいつは誰だ。俺と違う面をしてるぞ。これはコブラ、お前と同じようにロムロムで世に出る仲間じゃよ。おお、そうじゃ、今東京で声の録音をしている。行ってみよう。手を挙げてもらおうか、賞金稼ぎさん。あれ、この声は。そうじゃ、ルパン三世などでおなじみの山田康夫さんじゃ。待ってたぜ。どうした、俺に会いたかったんだろう。手を挙げてもらおうか、賞金稼ぎさん。さあゆっくりとこっちを向いてもらおう。おゲームがどういう方向に発展していくかっていうところで、まあ多分漫画とか映画、音楽、それからなんだ、まあ、そういうあらゆるものを集めてね、一個のまた違うジャンルになっていくような気配が、まあ、かつドラクエでしたんですよね。でただ、まあ、絵的な要素とか音的な要素とかそういう、まあ、分量的なものを含めてもう少しかなっていう判断が、ね、あったんだけども、まあ、今回この CD ロムっていうことが、まあ、これが一つの、ね、出発点になれるんじゃないかっていう期待感があるんですよ。つまり、まあ、なぜその新しいジャンルになる可能性があるかというと、結局小説でも何でも、まあ、読みますけども自分がのめり込んで自分が能動的に行動を移せるっていうのはゲームだけなんです、まあ、そういう意味でこれは能動的なっていうところだけ取ってみても全く新しいジャンル
になっていく可能性が大なんですね。このコブラはですね、コミック化されたコブラのストーリーの中から、黒竜王っていうものをですね、アドベンチャー化して、やったものなんです。アドベンチャー化するために、いろいろなストーリーを追加したりですね、かなり変えてるところがあるんで、知ってる人にも、楽しんでもらえるようになってると思います。期待していてください。いやー、なるほど。ロムロムってのはすっげえやつだよな、おっさん。よし、ではそのすごいやつを考え出した本当の大将に会わせてやろう。え、そんな人がまだいるのかい。ついてくるのじゃ。おじさん、どうしてこんなことを考えたんだい。一言で言うと、テレビの画面と映画の画面と、そのぐらいの違いがある、面白さを作ってみたかったからですね。今の、ロムのゲームっていうのはそれはそれで非常に面白くて、これからどんどん出てきますけども、例えて言うならば家で、レンタルビデオを借りてきて、見てる映画という感じだと思うんです。でそれに対して CD ロムっていうのはサウンドもだから容量も非常に大きなものが使えますんで、まるで映画館で本物の映画を見ていると、そういったようなソフトになると思います。これからももっとすごいやつが出てくるのかい。コブラや天外マクロという非常に CD の特徴を生かした面白いゲームを用意してますけども、その次にパソコンのベストヒットになりましたイースっていうゲームを考えてます。このイースっていうのはアクションロールプレイングゲームなんですけども、そのイースの1、2という2つの、ソフトを1本にして CD ロムで楽しんでもらえるような形で用意してます。なんだか俺ワクワクしてきたぜ。なあおっさん。あれおっさーん。ここじゃここじゃ。なんだおっさん、そんなところにいたのか。ここはお前の住む天外魔境の世界じゃ。特別にオープニングの部分を案内してやろう。来るがよいジライア。ありがてえおっさん、行くぜ。世はまさに戦国乱世の時代、各地で戦いの炎は燃え盛り、軍馬のひずめ轟き、白羽がきらめく。すべての人々が戦に明けて己の欲望のみに生きていた、そんな時代の物語。ねえ、1年とか2年とかしたらものすごいソフトが出てくるんじゃないかな。もうこれからね、やっと文明開化が CD ロムについては始まったばかりというのはね、編集部の実感ですよね。それだけに期待も大きいですね。単にゲームとして優れてるだけじゃなくて、AV 面の表現力も備わった本物が見れるんじゃないかと。とりあえず、天外魔境を早く見たいというのが正直な気持ちなんですけど。ここジパングの東、坂東は筑波の山中に、ガマ仙人のもとで忍術を修行する一人の少年がいた。その名はジライア。何、江戸に行きたいとな。はい、お師匠様、坂東の中心地江戸へ行ってみたいんだ。俺歌舞伎を見たんだよ。すごかったな。江戸は町中が歌舞伎みたいに華やかなところだって聞いたんだ。俺自分の目でそれが見て。色気づきおったかジライア。よかろうぞ。よいかジライア、お前は盗賊ぞ。盗賊とはこの世を自由に生きる者なり。欲望の炎を駆り立てて人が人らしく生きる情熱の渦を作り上げるのじゃ。
良いか地雷屋、天下にその名を知らしめよ、行け地雷屋。はい。天を裂き、地をかけ、天が唯一の我が道を行く PC エンジン CD ロムシステムロムロムの世界。コブラ、天外魔境、そしてイース、ハドソンは常に夢を追い続けてゆく。ロムロム、時代を超えて、こいつは限界を知らない。みんな、今年も俺たちと一緒にロムロムで精一杯冒険しようぜ。